エイヘ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 イ !XRPXLM! 朝動画上げたばかりなんですけど、もう一度してもいいでしょうか。はい。ということで、えー、XRP のビットコインだてですけど、いよいよですね、今週面白いものが見れそうですよ、皆さん。ね。うん。ちょっと週足はね、まだ変わってないんですけど、あじゃない、週足がね、このようにね、やっと、うん、時間が経って、 この斜めのラインをね、出ま、出ました。やっと、週足で。ね。うん。まだ日足ではね、出てな,い,ないんですけど、今見てもらって、1時間足とかね、4時間足では、うん。このようにね、出かかってます。ね。はい。出かかってる。ということで、まだ、 まだ気が早いのかもしれませんけど、これはいい兆候です。ねいい経過、うん。ということで、この集中に面白いものが見れるというふうに、自分的には思ってるんですけどね、どうでしょうか、皆さん。ねこれは長かった、本当に、ね。今から1ヶ月前です。どこらへんから始めたっけね,ねー <laughs> どこらへんか、1ヶ月くらい前かな。確か。ね えー、ビットコイン立ての XRP がねいよいよ、うん、トレンド転換に向かうんじゃないのだから XRP も XLM も大丈夫だと言ってきて、えー、1ヶ月が経ってようやく斜めのラインも、ね、出てきたということでもうねほんと出てくると思いますよ皆さんねなのでこれからね面白いものが見れるんじゃないかという話でちょっと XRP のね、えー、チャート見ていきます。 はいえー、リップの、ね、ビットコイン立てじゃねいやノル立てになりますけど今この4時間してねこの斜めのライン、うん、上にこうやってね、うん、だんだんと上がってきているところで、えー、1回この上限つけてからねこ今日落とされましたね4時間3つつけて、うん、でそれを今こう上がってきてるわけですねはいということで、まあ、このね斜めのラインで動いていくんだと思いますただあのビットコイン立てのリップルはね うん、あの抜けてきてるので、まあ、この上を、ね、抜けて上がっていくんじゃないのって思ってます今自分は、ねはい。ということでね今週中面白い、ね、あの展開が見られるんじゃないかということでこのオレンジのラインと、ね、白のラインでしかね今考えられないと言ってきた値動きですけど現実的になるんじゃないのかなって今は思ってますよ皆さん、はい。ということでちょっと楽しみですねこれは今週中ね。 うんね、まだ冷やしは抜けきってないのでそこら辺注目してみてもらえるといいんじゃないかなと思います、ねはい、ただあの加工トレンドが相当強いのであの確定した話じゃないですけどね,ね確定した話じゃないけど期待はできるということで楽しみにしておきましょう、はい、見続い,、はい、いて XLM も上がってきたね、うん、4時間ですはい というこ,とで、ね、これもねこ,ううわこの高値をね直近の高値を上抜けてね上に行けるんじゃないかということでちょっと期待したいですねまあここがちょっとあれだね今ね、うん、一回ここで抑えられるかもしれないまあ、抜けるかなね、うん、はいということでね、まあ、この上辺りまではねいけるんじゃないのと思ってますけどねここら辺までね,、うん、ねこの間ぐらいまでさーんってうんということでねちょっといいもの見れるぞ今週はって思ってます ね、はいちょっとビットコインも見ておきましょうはいそれではビットコインの4時間になりますけど、えー、短期的な目線ですけどねまずこの波ですけどこの波、うん、短期的な波ですけどこれ全部終わってませんまだね、うん、なので今ねここで反発して上がってきてるから、うん、反発して上がってここで、まあ、今のこの価格からここら辺までの、ね、間で反発してねもうあの一上げねするはずですまだ終わってませんこれ波的にはね継続してます はいということでビットコインもねちょっと上目線じゃないのっていうことはねあの変わらないですねはいなのでまあ大丈夫じゃないかなと思います XRPXLM 今週ちょっと面白いものが見れるという話でしたはい面白かったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますでは失礼します